ばんは。今夜はここ西武ドームから西武対広島ナイトゲームの模様を実況川木直樹でお届けしてまいります。ライオンズの先発はチャン、対するカープの先発は左の川内となっています。さあ間もなくプレーボールです。さあ注目の立ち上がり、カープの攻撃、トップバッターは尾形。低めギリギリいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。打ちました、取りました。先頭バッター尾形倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番シーツ。第1球を投げました、シュート、よく飛ぼう。第2球を投げました、直球ワンバウンド、ボール低め外れてノーツー。投げました、まっすぐ決まった、ストライク。投げた、外角低め打った、ダイナー中間へ抜いていった、尾崎追っていった、ボールは中継へ。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、セーフ、二塁はセーフ。ワンアウトランナー二塁に変わります。ここで粘りに定評のある志摩、この後に控えているのはダロッカ。投げた、インコーナーボール、ノーストライク、ツーボール。投げた、直球ストライク、インコースへ、ワンツーバッティングカウント。投げた、シュート打った、二遊間抜けた、センター前ヒット。さあワンアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました。ここでバッターボックスはダロッカ。投げた、バットのやや先端掴みました、ボールは中継へ。ファースト送り、一塁はセーフ。そしてここでバッターは前田。さあ初球チェンジアップを、まずはインコース投げました、ストレート空振り。一塁ランナースタート、投球後ボールを二塁送った、二塁セーフ、盗塁成功。投げました、インコース引っ張った、取りました。結局ランナー2人残塁、1回の表が終了して0対0、カープ初回0点に終わっています。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは高田、初球打ち引っ張った、ファウルボール。投げました、チェンジアップ打った、左中間方向だ、これはヒットになります。バッターランナー1塁蹴って2塁へ、打ったバッター2塁です、と赤田ツーベースヒット。ここでしぶといバッティングの尾崎、ネクストバッターサークルには和田。打った、ピッチャー前へ転がった、ピッチャー抜けた、ファーストで送球、送球がそれた、タッチしてアウト、これでワンアウトです。ここでチャンスには滅多強い和田、ネクストバッターサークルに控えているのはカブレラ。打ちました、いい当たり、二遊間抜かれた、センター前ヒット、赤田一気にホームへ、二塁ランナーホームイン、ライオンズまずは1点先行。和田センターへのタイムリー、和田ツーベースヒットを放ちました。投げました、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。志摩落下点構えて取りました。そして迎えるバッターはフェルナンデス、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。あっと自打球、投げた、すっぽ抜けボール、高め外れてワンエンドワン、ライオンズ1点先制しています。見送ってボール、さあ4球目、スライダー決まってツルツル、投げた、打った、いい当たりだ、一塁送り、アウト、スリーアウトになりました。尾形好プレーを見せました。1回の裏が終わって1対0、ライオンズまずは先制しています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは6番尾形、投げた、打ちました、セカンド横飛び、あと抜かれた、ライト前ヒット、セーフ。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは DH の栗原、打ちました、初球打ち、三塁線ボールが転がっている、ファーストへ、アウト、ワンアウトになりました。ここで神主打法、木村、これが初めての打席になります。二塁ランナーをちらっと見た、投げた、チェンジアップ空振り、ボールカウントワンナッシング、投げました、打った、痛烈な当たり、掴みました、木村セカンドライナーに終わりました。ここで迎えるバッターは石原、一打同点の場面を迎えています。打った、取りました、二塁までランナーを進めましたが同点に追いつくことはできませんでした。2回表が終了して1対0、ライオンズ1点リードは変わりません。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者大島、投げました、打ちました、あーっと詰まった、これはファーストフライになる、ダロッカ余裕があります。取りました、大島ファーストフライに倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番中島、今日初めてのバッターボックス、ピッチャー抜かれた、センター前ヒット、
ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは8番細川。今日最初のバッターボックス。引っ張った、アウト、取れない。ボールは中継へ。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。この場面でチャンスに強い高木、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。低めチェンジアップ外れてボール、ノーストライク2ボール。投げました、スライダーはボール。投げました、村本速球ストライク。投げた、打った、引っ張った、ボールを取った、セカンドへ送る、アウト。これで2アウト、アウト、ダブルプレー。ワンアウト1塁2塁のチャンスでしたが得点できませんでした。2回が終わって1対0、ライオンズこの回0点に終わっています。カープこの回1番からの好打順、先頭バッターは1番尾形。最初の打席はセカンドライナーに倒れています。ボール外れました。第2球を投げた、外角高めの変化球ストライク。投球3球目、スライダー外れました。投げた、ストレートはボール高め、ワンスリー。投げた、ここは選んでフォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。バッターは2番シーツ。この試合2回目のアットバット。6、4、3、アウト。6、4、3のダブルプレー、鮮やかなダブルプレーでした。先ほどヒットを放っている島、打った、セカンドボールを取る高木、ファインプレーを見せました。3回表が終了して1対0、ライオンズ1点リードは変わりません。ライオンズこの回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番中田。投げました、インコースへボール。投げました、3球目はストライク。投げました、アウトコースわずかに外れてボール。投げました、引っ張った、ワンバウンド、ボールを取った、一塁送球、アウト。これでワンアウトです。先頭バッター中田倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番午前。最初の打席は内野ゴロに倒れています。ファーストへ、アウト。これで2アウトです。今日ツーベースを打っている和田。投げました、ボール、スライダー外れました。ボールカウント1ボール。投げた、低めわずかに外れてボール。ノーツーから投げた、打った、いい当たりだ、センター前のヒットになります。さあ2アウトからのランナーが出ました。バッターは4番カブレラ。第1打席はライトフライに倒れています。まずは一塁牽制。投げた、打った、痛烈な当たり、ライトへ大きいぞ、さらに伸びる、伸びていった、ライト見送った、ホームラン、ツーランホームラン。ライオンズファンで埋め尽くされた、ライトスタンドに吸い込まれていった。初球を完璧に捉えました。投げた、打った、さあ左中間へ持っていった、前田交代、抜かれた、フェルナンデス二塁も狙う、二塁はセーフ。そしてバッターは大島。ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。打ってから平凡な当たり、切れていきます、ファウル。打った、掴んだ、サードそのままタッチしてアウト。序盤終わって3対0、ライオンズ2点を追加しています。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターはダロッカ。第1打席はセンターフライに倒れています。チェンジアップはストライク。ワンナッシングから投げた、低め外れてボール、アウトロー、際どい球、ボール、ワンツー。次は4球目、打ちました、いい当たり、ファーストへ送る、アウト。ワンアウトです。左バッターボックスは5番前田。今日2打席目。投げました、初球打ってきた、センター返し、センター前に出る、ワンバウンド、ヒットになった。前田これで2打数の1安打。ワンアウトランナー1塁に変わります。続くバッターは尾形。チェンジアップはボール、まずは外角、ノーストライク、ワンボール。投げました、外角低め見送ってストライク。投げました、痛烈、三遊間抜けました、レフト前ヒット、カープ2者連続ヒット。さあワンアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。投げました、真ん中ストライク、速い球できました。カープここまで5安打、シュートはストライク、胸元へ。投球3球目、シュート、空振り三振、栗原かすりもしませんでした。ここで神主打法、
木村、最初の打席はセカンドライナーに倒れています。カープ、ここまで5安打。打ちました。セカンドが横飛び、ピッ、ファーストで送球、セーフ。さあ、これで2アウト満塁。ここでバッターは石原、第一打席はショートフライに倒れています。カープ、ここまで6安打。まっすぐ、空振り。三塁ランナーをちらっと見た。投げた。打った。左中間、どうだ。ヒット。ボールは中継。石原タイムリーヒット。カープ2点返しました。そしてバッターボックスは尾形。カープ同点のチャンスを迎えています。カープここまで7安打。真ん中低め変化球ストライク。まずは初球決めてきました。投げた、速球外れました。サードランナーちらっと見た。投げた、アウトコース低め、ボール。一塁へ牽制球を送ります。ランナー戻ります。投げました、インハイ、際どい球、ボール。ファーストランナーちらっと見た。打ちました。ファールボール。4回の表、カープの攻撃。インコースのボール左へ。ファインプレイ、ファーストへ送る。カープ同点。セーフ、尾形。ショートへのタイムリー内野安打。ここでチャンスにはめっぽう強いシーツ。一打勝ち越しの場面を迎えています。投げました。お、チェンジアップ外れました。投げました、インサイド打った、左中間へ、ヒットになります。和田追いかける、二塁ランナー今ホームイン。カープ1点リードに変わりました。尾形一気にホームへ、ビッグイニングになった。赤ヘル打線爆発、シーツプーベース、カープ2点リードを奪いました。アウト。4回表が終了して5対3、チャンス団長で一挙に5点許しています。4回の裏、2点を追いかけますライオンズの攻撃。先頭バッターは7番中島。変化球ストライク、インローへ。初球まずは入れてきました。お、速球外れました。さあ3球目、速球決まってストライク、ツーアンドアウト追い込んでいます。投げた、チェンジアップ、空振り三振。先頭バッター中島、三振に倒れました。投げた、インコース引っ張った、三塁線、どうだ。さあ2球目、速球ボール、投げた、スライダー打ちました、一、二塁間のゴロ、アウト。これで2アウトです。バッターボックスはラストバッター高木、この試合2回目のアットバット、ストライク、決まった。川内、今の投球でちょうど40球目になります。打った、ヒット。高木、これで2打数の1安打。バッターはトップに帰って赤田。まずは一塁牽制、セーフ、一塁はセーフ。投げた、高め、速球外れて、ボール、ボールカウント1ボール。さあ2球目、チェンジアップはボール、アウトコースへ。ライオンズ、ここまで7安打。真ん中、チェンジアップ決まってストライク。さあ4球目、流し打ち、どうだ。投げました、直球打った、レフト前進してくる、1塁ランナー3塁へ向かう。さあ2アウトランナー1塁2塁とチャンスを広げました。さあ1球目、チェンジアップ、ワンバウンド、ボール、これはわずかに低いか。投げました、打ちました、ライナーだ、掴みました。結局2者残塁です。4回が終わって5対3、カープ2点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは4番ダロッカ、今日はセンターフライとショートゴロ。尾崎、前に出る、落ちました、ヒット。ダロッカ、今日初めてのヒットを放ちました。ノーアウトランナー1塁となって、続くバッターは前田。投げました、アウトサイド、判定はボール、ボールカウント1ボール。カープここまで10安打。ストレート見送ってボール、前田よく選んでいます。一塁へ一つ牽制球を送りました。投げました、シュートはストライク、外角高め。投げた、打った、セカンド横飛び、バット取れないの、枯れた、ライト前ヒット、セーフ。前田、これで今日は3打数の2安打。この場面でチャンスに強い尾形、カープ追加点のチャンスを迎えています。初球打ちました、バックネット方向、ファウル。投げた、打った、ライトへ行った、ライト落下点、掴みました。これでワンアウトです。ランナー三塁へスタートを切った、アウト、ツーアウト。ここでバッターボックスは栗原、今日はサードゴロと三振。空振り、的を絞れません。初球スライダーから入りました、ワンナシン。投げた、直球見送ってボール、投げた、
ボール緩めの球、栗原よく見ています。打ちました。センター落下点、取りました。結局三塁残塁です。5回の表が終わって5対3カープ、この回無得点です。ライオンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番和田、空振り、バットが空を切りました。チェンジアップ外れました。ボールカウントワインドワン、3球目空振り、ツーエンドワン、投げました。スローボール打った、いったか、どうだ、入るか、尾形下がった、尾形追っていく、レフトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ。川内がっくりと肩を落とす。さあ初球インハイ空振り、投げました。変化球ストライク、インコースへチェンジアップを使ってきました。投げました、高め外れて、ボール追い込んで投げました、打った、尾形上空見上げた、左中間深いところ突き抜けました。カブレラいい角度で上がっていきましたがセンターフライです。投げました、初球打って出た、一塁へ、アウト、ツーアウトです。バッターは指名打者大島、今日はファーストフライとサードゴロ、投げた、チェンジアップ空振り、ワンストライクノーボール、投げた、10球ワンバットボール、投球3球目、チェンジアップはボール、ワンストライクツーボール、投げた、流し打ち、飛びついていく、フィアーとファールか、左へ切るとファウル、わずかに切れます。投げた、ボール、アウトサイドわずかに外れた、投げた、打った、ファウル、打球は後方へ、大島粘ります。投げた、打った、センター交代、尾形。